第73回国民体育大会は2018年に開催された国民体育大会である。冬季大会が山梨県、神奈川県、新潟県で行われ、本大会が福井県で開催された。福井運動公園のメインゲート会会式の式典演技会会式の寄品席福井県では1968年の第23回大会以来50年ぶりに、 開催された。本大会愛称は、福井幸せ元気国体。スローガンは、織りなそう力と技と、美しさ。大会マスコットは、ハッピーー国体に引き続いて開かれる、全国障害者スポーツ大会との融合を掲げており、略称は両大会を合わせて、国体、小スポ、小スポの大会愛称は、 国体本大会とほぼ同じで統一感を持たせた福井幸せ元気大会とした。ポスターは国体と触りスポの二連としている。小スポの正式競技の車椅子バスケットボールなどを国体期間中に開催した。なお2018年4月1日付で日本体育協会が日本スポーツ協会に解消したため主催統括団体名が 同期大会と本大会とで異なることとなった。協会の解消とともに国民体育大会を解消する方針も決まり、2018年6月の第196回国会でのスポーツ基本法の改正を経て、2023年より国民スポーツ大会へ解消することが決まった。また、2019年に天皇の代替わりが行われたため、上皇秋日と 上皇后未知古陛下が開会式に臨席される最後の大会となった。第73回国民体育大会冬季大会は、山梨県でスケート競技、神奈川県横浜市でアイスホッケー競技、新潟県でスキー競技が実施された。富士の国山梨国体は2018年1月28日から2月1日の会期で開催された。 スローガンは、今、君は、表情の風になる。マスコットは、武田ひし丸。実施競技及び会場は、以下の通り、氷島。神奈川、横浜冬国体は、横浜市の新横浜スケートセンター、神奈川スケートリンクを会場に、2018年1月28日から2月1日の会期で開催された。スローガンは、輝け。表情の戦い。 マスコットは、神奈川金太郎。新潟妙高和音馬国体は、2018年2月25日から28日に、新潟県妙高市で開催された。スローガンは、銀世界跳ねてかけて輝いて。マスコットは、レルヒさん。福井運動公園の恐竜モニュメントグラウンドゴルフ、若狭町多目的交流広場、若狭里、海パークから手道競技。 鶴ヶ市総合運動公園体育館、南式野球競技の決勝、大阪府 VSI 地検、鶴ヶ市総合運動公園野球場日本スポーツ、協会、文部科学省、福井県主催。正式競技の会期は、以下の通りである。出展、小スポ水泳競技、鶴ヶ市総合運動公園プール全国、障害者スポーツ大会の福井幸せアセ元気大会は、10月9日の、 国体閉会後、10月13日から15日の3日間の会期で開催された。スローガンは、国体本大会と共通の、織りなそう力と技と、美しさ。2018年10月13日から10月15日正式競技が13、競技、オープン競技が3競技である。総合成績は、以下の通り、福井県の天皇杯は1巡目の第23回。 福井国体以来の二度目、皇后杯は初である。一位福井県、二位東京都、三位大阪府一位、福井県、二位東京都、三位大阪府。ありがとうございます。